出エジプト記第29章。あなたは彼らを聖別し、祭司として私に仕えさせるために、次のことを彼らにしなければならない。すなわち、若い牛牛一頭と傷のないお羊二頭とを取り、また種入れぬパンと油を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬせんべいとを取りなさい。これらは小麦粉で作らなければならない。そしてこれを一つのカゴに入れ、そのカゴに入れたまま、かの一頭のお牛および二頭のお羊と共に携えてこなければならない。あなたはまたアロンとその子たちを会見の幕屋の入り口に連れてきて、水で彼らを洗い清め、また衣服を取り、下服とエポドに属する上服とエポデと胸当てとをアロンに着せ、エポデの帯を締めさせなければならない。そして彼の頭に帽子をかぶらせ、その帽子の上にかの聖なる冠を抱かせ、注ぎ油を取って彼の頭にかけ、彼に油注ぎをしなければならない。あなたはまた彼の子たちを連れてきて、下服を着せ、彼らすなわちアロンとその子たちに帯を締めさせ、頭巾をかぶらせなければならない。祭司の職は永久の定めによって彼らに帰するであろう。あなたはこうしてアロンとその子たちを職に任じなければならない。あなたは会見の幕屋の前にお牛を引いてきて、アロンとその子たちはそのお羊の頭に手を置かなければならない。そして会見の幕屋の入り口で主の前にそのお牛をほふり、そのお牛の血を取り、指を持ってこれを祭壇の隅につけ、その残りの血を祭壇の元に注ぎかけなさい。またその内臓を覆うすべての脂肪と肝臓の小葉と二つの腎臓とその上の脂肪等を取って、これを祭壇の上で焼かなければならない。ただしそのお牛の肉と皮とお物とは宿営の外で火で焼き捨てなければならない。これは残祭である。あなたはまたかのお羊の一頭を取り、そしてアロンとその子たちはそのお羊の頭に手を置かなければならない。あなたはそのお羊をほふり、その血を取って祭壇の四つの側面に注ぎかけなければならない。またそのお羊を切り裂き、その内臓とその足とを洗って、これをその肉の切れ及び頭と共に置き、そのお羊を皆祭壇の上で焼かなければならない。これは主に捧げる燔祭である。すなわちこれは香ばしい香りであって、主に捧げる火祭りである。あなたはまたお羊の他の一頭を取り、アロンとその子たちはそのお羊の頭に手を置かなければならない。そしてあなたはそのお羊をほふり、その血を取ってアロンの右の耳たぶとその子たちの右の耳たぶとにつけ、また彼らの右の手の親指と右の足の親指とにつけ、その残りの血を祭壇の四つの側面に注ぎかけなければならない。また祭壇の上の血及び注ぎ油を取って、アロンとその衣服及びその子たちとその子たちの衣服とに注がなければならない。彼とその衣服及びその子らとその衣服とは聖別されるであろう。あなたはまたそのお羊の脂肪、脂肪、内臓を覆う脂肪、肝臓の小葉、二つの腎臓、その上の脂肪、および右のももを取らなければならない。これは人食のお羊である。また、主の前にある種入れぬパンの籠の中から、パン一個と油かし一個とせんべい一個とを取り、これを皆アロンの手とその子たちの手の置き、これを主の前に揺り動かして要塞としなければならない。そしてあなたはこれを彼らの手から受け取り、燔祭に加えて祭壇の上で焼き、主の前に香ばしい香りとしなければならない。
これは主に捧げる火祭りである。あなたはまたアロンの任職のお羊の胸を取り、これを主の前に揺り動かして要塞としなければならない。これはあなたの受ける分となるであろう。あなたはアロンとその子たちの任職のお羊の胸とももすなわち揺り動かした要塞の胸と捧げたももとを性別しなければならない。これはイスラエルの人々から永久にアロンとその子たちの浮くべき捧げ物であって、イスラエルの人々の周恩祭の犠牲の中から浮くべきもの、すなわち主に捧げる捧げ物である。アロンの聖なる衣服は彼の後の子孫に着すべきである。彼らはこれを着て油注がれ職に任せられなければならない。その子たちのうち彼に代わって祭司となり聖書で使えるために会見の幕屋に入る者は7日の間これを着なければならない。あなたは任職のお羊を取り、聖なる場所でその肉を煮なければならない。アロンとその子たちは会見の幕屋の入り口でそのお羊の肉と籠の中のパンとを食べなければならない。彼らを職に任じ性別するため贖いに用いたこれらのものを彼らは食べなければならない。他の人はこれを食べてはならない。これは聖なるものだからである。もし任職の肉あるいはパンのうち朝まで残るものがあれば、その残りは火で焼かなければならない。これは聖なるものだから食べてはならない。あなたは私がすべてに命じるようにアロンとその子たちにしなければならない。すなわち彼らのために7日の間任職の式を行わなければならない。あなたは毎日贖いのために財祭のお牛一頭を捧げなければならない。また祭壇のために贖いをなすとき、そのために財祭を捧げ、またこれに油を注いで性別しなさい。あなたは7日の間祭壇のために贖いをして、これを性別しなければならない。こうして祭壇は意図聖なるものとなり、すべて祭壇に触れるものは聖となるであろう。あなたが祭壇の上に捧ぐべきものは次の通りである。すなわち当祭の子羊二頭を毎日絶やすことなく捧げなければならない。その一頭の子羊は朝にこれを捧げ、他の一頭の子羊は夕にこれを捧げなければならない。一頭の子羊には潰して取った油一品の四分の一を混ぜた麦粉十分の一エパを添え、また乾祭としてブドウ酒一品の四分の一を添えなければならない。他の一頭の子羊は夕にこれを捧げ、朝の素祭および乾祭と同じものをこれに備えて捧げ、香ばしい香りのために主に捧げる火祭りとしなければならない。これはあなた方が代々会見の幕屋の入り口で主の前に絶やすことなく捧ぐべき燔祭である。私はそのところであなたに会い、あなたと語るであろう。またそのところで私はイスラエルの人々に会うであろう。幕屋は私の栄光によって性別されるであろう。私は会見の幕屋と祭壇と性別するであろう。またアロンとその子たちを性別し、祭司として私に仕えさせるであろう。私はイスラエルの人々のうちに住んで彼らの神となるであろう。私が彼らのうちに住むために彼らをエジプトの国から導き出した彼らの神主であることを彼らは知るであろう。私は彼らの神主である。